樋口は、ザ・オツ・アイダル。第2代アン第4代60年刑事級王者の樋口は、プロイミム A8 勝6敗。アマチュア時代には、2011年11月に金太郎に腕十字で一本勝ち。2013年12月には朝倉未来にもヒールフックで一本勝ち。高校時から通う国宝トリアイカイヤの卓剣道場らしい関節技で10連勝をマークしている。しかし、 プロ転向後は怪我もあり、黒星が先行、金太郎、未来にリベンジを許すと、一年発起、2 0 1 6年12月から6連勝を飾った、ディープには2019年12月に初参戦、高橋隆二に 1RTKO 負けと厳しい洗礼を受けている、2020年4月に、ザ・オツ・アイダル、ノベルト返上、前田日上がりからも激励を受けた。 2020年11月の Deep99YMPACT では、朝倉未来が実業家の青汁王子ことみさぎ太と組んでいた若手格闘家育成プロジェクト、朝倉未来一年チャレンジで選出され、Deep のリングで活躍する西谷大成、トライフォース赤坂、東大戦、1R3 分24秒。 アンクルホールドで朝倉未来門下生からも勝利を奪った。その日口に、俺と野郎や、東大戦相手に名乗りを上げたのは交番に来こと信玄だ。新原は7月の、ブレイキングダウン5、2発参戦し、朝倉未来のマネージャー宮島翔に判定負け。ブレイキングダウン5.5、デニー VS コンマニマッチに出場した朝倉未来に MVP に選ばれた。 その後は朝倉海に弟子入りし、練習を積んでいる。両者はリング中央で学と学を合わせて睨み合い。新原が突進して左右フックを繰り出すと、その勢いに押される新原だが樋口も徐々に追い上げる。両者が左右フックの連打を繰り出す中、掴もうとしてきた樋口に左フックをクリーンヒットさせてダウンを奪う。立ち上がった樋口は打ち合いに行くが、 新原が最後まで攻めの姿勢を見せて判定5-0で勝利した。対抗戦はこれでブレイキングダウン勢が4連勝となり、勝ち越しが決まった。